これはまあ大胆なう第1号、まあ初めてみんなが、僕らが何をやりたいかを見た号で、最初から表紙塗り絵にして色はお任せみたいそうだね、やっぱまあ楽しいということをみんな伝えたかった、植物は楽しいっていうプランテッドという名前が、まあそういうやっぱ植物のプラントと地球のプラネットプと。ラネットと合体して名前で、まあ本当植物が自分たちのなんか命支えてると言えるだね、すごい。これはラブ&ピースの、60s 特集で、ものすごい、もハッピーう、これフラもハッピーフラワーでワー そうだ大ね。胆な、もうとろけちゃうようなデザヘンインプがで、ね、今そう、ヘン回プがいっ表ぱ紙いにあっ出て。て、6号目はララブ&ロマンス、花占いであるとか、あるいは、気分を、高める、匂いをする、香りのする植物って何なのとか、そういうことまあやった特だい集ではやってんだよはね。僕はいいブーケが、一緒にいいブーケ作れたなと思ってんだけどさ、これでこういうページで、じゃあこれ原田知世さんだったらどんなイメージのブーケ喜ぶかそうだなねとかね。すごいみんなにやってたもそう、んそうでしね、ょ。ねいいだろうねそれ まあこれで僕ですけこど。れ暑い日でこういう何リースというかああ、シまあダのリースだシね、ダこれ。のリースを作ってもらって。これ見た時やっぱり日本でもお正月にこうシダ裏白って言って、こう家の戸のとこにかけてるのね。やるね。同じだなと思って、やっああ、ぱりこの人たちもこの植物を神聖だと思うんだなと思って、ものすごい近いものを感じた。いい取材でしいいた。取材だったね。最新号が森と文学、森と文学。これが、扉ページってやつですね。伊藤さんがちょっと普通本を読んで森と文学ということで、で考え次のページを、まあ、屋久島に飛屋んで久き島たに行といきうこまとしだた。ね。で、これが植物の種を付録でつけてあって、そういう楽しさがこの雑誌にはありましたね。これ迷子はまあこういうコーナーがあって、迷子違う情勢が出てもらって。ルーカスの好きな女性だそうね、だ、ま基ず本的に。 そうだね。これはイギリスもうイね。ギリスのもうね、キューガーデン中心としたやっぱり園芸大国だからね、イングリッシュガーデンというぐらいで。僕でもプランテッドも作り始めても3年前だったね。でその前、まあ今もそのペーパースカイっていう旅の雑誌ずっと作ってたけど、よくいろんな国に行って、その国のまあ文化とかコルチャーとか食べ物とか言葉とかいろいろ気になったりとかするけど、本当プランテッドが作り始めたから、そのさまざまな国の花とか植物とか目にちゃんと入るようにああ、なっそてれは楽て、しいね。まあずっとこのプランテッドを作ってきて、そのプランツプラスこ今の度は、新しいメディアをこれからまあ一緒に立ち上がるということで、どういう期待がいただくか。 あれ？